こんにちは、グリーンロケットの郡司です。さあ今回はですね、貴重な冬の花の木の椿について、もう一度ですね今の、お庭に合う植木としてどうなのかというのをね、検証してみたいと思います。まずこの椿という名前はですねほとんどの方聞いたことありますよね。この椿はですね、実は、日本が世界に誇るですねアジサイと並ぶジャパンネイティブ植物なんですね。なんとですねこの椿は海外でも非常に人気が高くて18世紀にヨーロッパに渡って、その後アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドという国々で、品種改良が行われてですね、今ではなんと世界に、6000種類あると言われております。同じくですね海外で人気のアジサイについては3000種類と言われておりますので、それだけですね椿には世界中で愛される魅力を持っているということですよね。そしてですね今、日本で人気の高い庭木といえば常緑樹ですよね。で今ですねこの人気の出やすい庭木の法則というのがありまして、それは何かというと、常緑で小葉でできれば花を咲かせる木というふうに言われております。そこでこの椿どうでしょうか。常緑樹で小葉の品種もあります。そして花は当然美しいですよね。しかもこの花のない冬に花をつける特別な花木です。ではなぜ日本だけでなく世界を魅了する力があって、さらに今人気の庭木の要素を持ったこの椿が残念ながら不人気なのか、そしてこれは、皆さんのモダンで素敵なお庭に似合う木として見直すことができるのか、今回はこの椿についてもう一度ご説明をした後にですねその不人気の理由、そしてご提案したい育て方で、最後におすすめの品種をご紹介していきたいと思います。この日本を代表する冬の美である椿どうなんでしょうか。ぜひ一緒に考えてみましょう。はい、それでは早速参りましょう。はい、それではですねこの椿というものは基本的にどういうものかというのをご説明していきたいと思います。で椿はですね、当然常緑樹で、高木とされてますけども、実はですね、属性としては低木から小高木というふうに、表されることもあって、実はあまり大きくならず、成長も遅いですね庭木としてはとても扱いやすい木ということが言えます。そしてですね日本では、各地に自生をしておりまして、北海道以外の、山で自生が確認されておりますということでですね、北限は青森県ということで寒さにも強いということなんですね。以前ですねソヨゴが、とても耐寒性が強いので、常緑広葉樹の中では、寒い地域でも使いやすい木ですよということをお伝えしてるんですけども、この椿も品種によりますけども同様に寒い地域でも、使いやすいということになります。はい、そして次にこの椿の日本での歴史についてです。これも椿の魅力を知る上ではね重要だと思います。古くはですね縄文時代に、椿の幹を加工したですね櫛が使われていたということが残っていまして、そこからですね室町時代の頃には造園や華道などに強い影響を与えたというふうに言われております。そしてですね江戸時代には、徳川の2代将軍の徳川秀忠が、大変なね椿愛好家だったということで、寛永の椿という椿の大ブームが起きて、その時代ですでに600種類の新しい椿が、誕生したというふうに言われてるんですね。そしてさらにはですね、日本絵画とか、工芸において、桜梅に並んでですね椿がモチーフとされることが多く、この歴史の中では日本美術にも深く関わってきております。はい、そしてまだあるんですけども、この椿から取れる椿油が平安時代の初期の頃から食用、あとは明かり用ですね、そしてお化粧用、さらには不老長寿の薬として貴族にかなり珍重されていたということらしいんですね。ということで簡単に歴史を紐解いただけでもこれだけですね長く日本人の生活や歴史、そして美意識に密着してきた植物ということが言えます。
はい、ではこの椿、昔ね大変流行ったというのは、理解できたと。ただね、この今のお庭に合うのかというのを考えていきたいと思うんですけども、まず椿の持っている魅力として、一つは常緑ということが挙げられます。で、次に、成長が緩やかなので庭木としても管理がしやすいと思います。で、あとはですね、やっぱり最大の魅力は花だと思います。品種改良が進んで、今ではですね、本当に椿とは思えないような美しさの花がたくさんあるんですね。例えば花火のような模様をした花ですとか、子どもの浴衣のような模様をしたもの、あとは金魚の模様に見えるようなもの、バラと勘違いしてしまうような美しいもの、そしてですね、とても華やかなものが多いと思えばですね、反対にわびさびを感じさせてくれるような小さい花、そしてね、一周回ってスタンダードの花の美しさ、この辺のですね、多種多様な、花の魅力、美しさの種類をですね、感じさせてくれるのは椿の最大の魅力なんじゃないかなというふうに思います。ではここからその椿がなぜ不人気なのかということもちょっと考えてみたいと思います。まずは昔のお庭のイメージが強すぎるということがあるのではないでしょうか。つまるとこ、今のお庭と合わせ方がわからないということだと思います。で、そして、もう一つはですね、やっぱり毛虫がつくということだと思います。はい、ということで前置き大変長くなりましたけども、これからはですね、ここからは、これらを克服するような、自然樹形の椿というものをちょっとご紹介していきたいと思いますので、ぜひねご覧いただきたいと思います。はい、それではこの自然樹形の椿というものをこれからご紹介していきたいと思うんですけども、そもそもこの自然樹形の椿というのは、椿は日本中に自生しているので自然界にも存在はしています。で、それをですね、山鳥というよりはお庭で作りましょうと、いうことで、お庭にある椿って結構刈り込んでこんもりと仕立てられていることが多いんですけども、これをですね、自然樹形で育てるとどうなるかというところですよね。はい、ということですね、これについては実はですね、2年半前か、自然樹形の椿って可能性あるんじゃないのかなと思いまして、僕がですね、植えたものが育っておりますので、早速ね見ていきたいと思います。はい、ということでお待たせしました、2年半前に植えて自然樹形に育てた椿ですね、がこういう感じで今育っております。ちょっと見えますでしょうか。この真ん中に映っている常緑樹が、椿の自然樹形ですね。はい、いかがでしょうか。大変自然な感じで、とてもこの葉っぱの少ない時期においてはとてもね、見栄え良くなってるかなというふうに思います。はい、何本か、植えておりまして、こちらもそうですね、これも他の木の間で上手にね柔らかい感じで育ってくれていると思います。この辺はですね、苗木を買ってきてですね、で強い枝をすべて落として、ひょろひょろの状態で植えたんですね。このですね、2年前の植え付けの様子は実はですね、過去のブログでちょっと紹介しておりまして、そちらは参考までに概要欄に貼っておきますので、ぜひねご参考にしていただければと思うんですけども、はい、でこちらもそうですね、でイメージとしてはですね、こんもりとさせずに、お庭で一輪挿しの椿のイメージで仕立てられたらかっこいいなというふうに思いまして、植えております。花がいっぱいつくというよりは、ちらほらとねつけてくれればいいかなという ふうなイメージで作っております。で、これはですね、今、かなり茂った状態になっていると思うんですけども、これを、3年に一度か、2年に一度ぐらいね剪定して、整えてもらえればだいぶ先ほどの雰囲気に近くなりますので、はい、ちょっとねこれを今から、どのようになるかというのをお見せしたいと思います。時期としてはあんまり良くないんですけども、ちょっと剪定してみましょう。はい、ではね、こういうようなちょっと太めの枝を落としていきます。はい、この辺がちょっと絡んでますので、どっちを残すかという話はあるんですけども、まあ太いのを落とした方が趣出やすいので太いのを落とします。まあこの辺絡んでますので、ここもねちょっと、はいはい、こういう感じですね。あと細かいところも取りましょう。このような感じで、はい、ちょっとピント合わないんですけど、ここも取ります。よいしょ。はい、簡単にですけどもこういうような感じになりました。このぐらい
ひょろひょろにしてですね、枝数も少なくして、育てていってもらえると、だいぶ最初に見たような雰囲気の、椿なんかができたりします。で、こうすることによってさらに成長も遅いので、成長抑制にもなりますね。はい。で、この辺もですね、だいぶスラッと、柔らかい感じで育ってくれてる椿があります。ちょっと今落ち葉で見づらいですけども、やっぱり常緑樹の少ない雑木の庭とかでいうと、こういった感じのものはね、とても重宝するのかなというふうに思います。今の表から見るとこういう感じですね。だいぶ柔らかい雰囲気で、いいのかなというふうに思います。はい。で、この辺がですね、これが今山取り物の間に植えてるんですけども、だいぶ日当たりがいいので、下の方からもですね、枝が生えてきてしまって茂ったタイプですね。で、こういったのは、適度にね、下の方の枝を落としたりとかしてもらって、自然な風合いにしてもらえればいいのかなというふうに、思います。で、そしてですね、実はこの、自然樹形の椿はですね、一つ弱点がありまして、ご覧ください。今やっとですね、つぼみが一つついてるんですね。で、茂らせないとやっぱり花のつきが良くないっていうのがちょっと弱点かなと思ってます。なので、花をやっぱり楽しみたいという方はですね、鉢植えにしてもらって、で、鉢植えでこの自然樹形の仕立てをしてもらえればですね、花もつきが良くなりますので、ぜひね、そういう方は、鉢植えも検討されてみてはいかがでしょうか。はい。そしてこれが先ほど剪定した、椿ですね。こういうような雰囲気、反対側から見るとこういうような雰囲気になってます。はい。で、あとは、毛虫対策ですよね。で、これはですね、何本か同じように、これまで植えてあった椿見ていただいたと思うんですけども、実際に、毛虫に刺されたということはありません。で、それはなぜかというとですね、自然樹形にする目的も兼ねて、このようにですね、奥に植えてあるんですね。人が通らないような奥に植えてると、もしくは木と木の間に植えているので、毛虫に、ね、刺されることはないということですよね。この5月から秋にかけて物理的に触れることがなければ、毛虫にはやられないので、大丈夫です。あとは先ほどのように、虫のいない時期ですね、ちょっと今早いんですけど、3月から4月にかけて済ませておくということが、大事ですね。で、もう忘れてしまったらその年はね、諦めるというような形でやってもらいたいと思います。で、もしですね、お子さんなどがいて、もう元気に植木の中に入ってしまうようなことがある場合は、ちょっとね、お子さんが大きくなるまで待つか、薬剤を散布して毛虫がつかないようにするというような工夫が必要かもしれません。はい。ということで、ここからはですね、おすすめの椿の種類と、あとはその時に簡単な植え付けの時の剪定方法もご覧に入れたいと思います。はい。それでは最後におすすめの椿ご紹介したいと思います。おすすめといってもですね、国内で2000種類以上あるので、おすすめすること自体が大変難しいんですけども、なので、僕がですね、また自然樹形の椿を作ろうと思って買ったやつですね、それを、おすすめということでご紹介したいと思います。はい。で、一つ目はこれ両方一緒なんですけども、ヤブツバキという種類ですね。一番スタンダードで日本でも自生が確認されている、ほぼ原種に近いようなツバキですね。こういう、よく、CM なんかとかでも見るような花、定番の花を咲かせるものです。はい。で、お隣がですね、こちらが、ワビスケというスキアワビスケという種類ですね。で、ヤブツバキとの違いは、葉っぱが少し小さくて、で、花が小さいということですね。で、花はですね、非常にスタンダードな形に近くて、ちょっと小さめの花が咲きますよということで、雑木のお庭とか結構合うかなというふうに思いまして、このワビスケを購入しております。ワビスケも種類ありまして、右側がピンク色のワビスケですね。はい。今綺麗に花咲いてますけども、ちょっと寒さで焼けちゃってますけど、こういうような感じで花咲いてますね。はい。椿らしい花だなというふうに思います。で、お隣がですね、これがですね、これも椿なんですね。で、エリナカスケードという名前の、椿です。で、もう全然椿見えないんですけど、これはですね、
まあ、自然樹形にするというよりは、こういった椿もあるよというのをお伝えしたかったのと、でこれがですね割と枝が長く伸びてしだれっぽくなるんですね。枝が垂れ下がるような感じになるので、低木とかのとかですね草花の奥に植えて奥からね枝を伸ばさせるような感じにできたらいいなと思って、今回購入しております。こういう感じで葉っぱが赤いですね。で椿っぽいといえばこの葉っぱの形が、まあ、小さくした椿かなというような艶と、まあ、周りのギザギザですよね、はい、でこれどういう花を咲かせるかというとですね、こういう花を咲かせるそうです、小さくて、まあ、椿の形をした花なんですけども鈴なりで下向きにつくと、で、まあ、ピンクから白っぽい花になるそうで、はい、これが登録品種ですね。こういった椿もありますということですね。椿のエリナカスケードという名前ですね。はい、では最後に、どのようにね剪定して植えたらいいかっていうのを少し見本を見せたいと思います。じゃあこの真ん中の2つのヤブ椿でやってみたいと思うんですけども、まあ、一番最初にご紹介した自然樹形の椿をどのように剪定して植えたかですよね。はい、ちょっとねご説明していきたいと思います。簡単にやりましょう。ではまず下の部分取っちゃいます。裏も取ります。はい、よいしょ。そうすると、こういうような感じの枝が残りますので、太い枝から取っていくような感じですね。で上の部分ですね、上の部分、今全体的にここまですっきりしました。この状態でもいいんですけども、まあ、横から見るとこうなってまして、こうですね、はい、まあ、こういう感じですかね。軽めで終えるとこういうような感じで植えていただければと思います。はい、でさらにですね、まあ、もう一歩踏み込んで前の自然樹形の椿は剪定したんですけども、それをですねこちらでちょっとやりたいと思います。はい、今こういう状態ですね。はい、では下枝から上げていきましょう。で一旦ここちょっと太いのから切ります。で、まあ、少し迷ったら上とのバランスを見なきゃいけないので一旦残しておいてですね、で前に植えたやつはですねこのこういう強く上に伸びた芯を落としてるんですね。でこれを落とすと大変ね面白い形になるんですけど、ただですね、こっちの椿なんかもそうなんですけども、実はこの縦にまっすぐ伸びる綺麗に伸びる強い枝を出すのがね生産者としては一番苦労しているところなんですよね。はい、それをせっかく作ってくれたのに落とすっていうのはちょっと忍びないんですけど、まあ、ちょっとどういう風になるのかだけ見ていただきたいと思いますので、はいちょっと切っちゃいたいと思います。でどこで切るかというとここで切りたいんですね。はい、ちょっと切ります。バツッと、ごめんなさい。はい、それに合わせて、まあ、これも切りましょう。でも映像で椿の葉っぱってツヤツヤしててとても綺麗ですね。なんか作り物みたいにとても綺麗な感じが出てますね。この辺もじゃあこれを切りますか。はい、はい、ではどういう風になったかということですね。はい、はい、こういう感じになっております。まあ、何がしたかったかというとですね、この曲がってる面白い枝を残したかったんですね。でこのような感じにしました。はい、これが前回植えた時にやった剪定ですね。はい、ということでこの3種類、左から3種類見ていただくと、まあね通常のしっかりした状態で植えてから徐々に、まあ剪定をしていくというのもいいと思います。であとは真ん中と右のようにある程度弱い枝だけにしてしまって、で自然樹形に仕立てていくというような、まあ、3種類のやり方あると思いますので、この辺はねお好みに合わせてやっていただきたいなというふうに思います。まあ、ただねその特に一番右の最後にやったやつなんかはもう原型をとどめていないので、やっぱりしっかりした苗をここまでやるっていうのは少しね勇気いるというかもったいない気がしますよね。はい、なので本当は苗を買うときはやっぱりその売れ残りのお得用みたいなやつをですね買ってきてもらって、で自然樹形していただくのがもしかしたらベストかもしれないですね。であとはああいう曲がりのあるものが面白いと思いますので、なのでこのその辺のべき選びはですね、まあ、ネット通販社が言うのもなんなんですけど、
ネットで買うよりは園芸店さんなんかで直接見てね、気に入ったものが買えると一番いいですよね。はい、ということでですね、これは、おすすめの椿の種類についてはあくまでも参考ですので、椿は大変種類が多いので花の画像とか葉っぱの大きさとかあとは雰囲気で好きなものを選んでいただいて、試されてみてはいかがでしょうか。こう見るとね、本当花だけじゃなくて葉っぱの色艶とかもとても綺麗ですよね。ぜひね、今のお庭に合う椿としてこの自然樹形の椿参考にしていただければというふうに思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はですね、自然樹形の椿についてご紹介をしました。僕もですね、もともとはお庭で刈り込まれた椿を見て、まあ、今のお庭には合わなそうかなというふうに思ってたんですけども、でもね、その花の美しさとか種類とかあとは常緑であること、そういったことを考えるとなんか使われないままというのももったいないなというふうに思いまして、2年前にですね、このような自然樹形の椿というものに挑戦した経緯があります。ぜひこの動画を見て、共感していただいて、もしね、チャレンジしたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひね、挑戦していただければというふうに思います。まあ、園芸店さんなんかでね、ちょうどいい椿なんかと巡り会えればね、ぜひ本当にやっていただきたいなというふうに思います。はい、あと余談なんですが、この椿って冬に花を咲かせますけども、この虫のいない冬の時期に椿ってどうやって受粉するかご存知でしょうか。実は椿は、植物の中でも珍しい長梅花なんですね。でそしてその鳥はメジロという鳥がメインだそうです。このメジロというのはもう絶妙な緑色をしたとても可愛らしい鳥なんですね。メジロは目の周りが白いからメジロという名前がついていて、もう名前が単純で可愛いんですけど、そしてこの目をつぶったメジロというのが、とても可愛いです。で目の周りの模様がですね、目の周りの模様こうなってるんですけど、これが目つぶるとこうなるんですね。はい、それがすげえ可愛いんですね。でもし気になる方はそちらも検索して見ていただきたいと思います。はい、あとペンギンも可愛いです。はい、ということでこのグリーンロケットの植木チャンネル、これからも皆さんのお庭が素敵になるにコミットした動画を、お届けしていきたいと思います。なのでぜひ、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとはですね、こういうマークのグッドボタンもよろしくお願いします。そしてコメント欄にて、ご質問やリクエスト、概要欄からはですね、皆様のお庭のお写真も大募集中ですので、ぜひね、お寄せいただければと思います。そしてですね、あと今回もし椿でおすすめの種類品種ありましたらコメント欄にて教えてください。参考にね、させていただきたいと思います。逆にもう多すぎて選べないですよね。はい、皆さんのおすすめありましたらぜひ教えていただければというふうに思います。はい、それでは皆さんのお庭が素敵になりますように。ではまた。